真冬のライトゲームで絶大な人気を誇っているメバル。様々なルアーに反応するメバルは、繊細でテクニカルなゲーム性と愛らしい魚体からは想像できないパワフルな引き味で多くのアングラーを魅了している。今回は大分県の津久見を舞台に、地元の海に詳しい市宮康幸がより難易度が高いデイメバルゲームに挑戦する。今回のウアパラ九州 TV は、大分県津久見のデイメバルゲームをお届けしています。はい、おはようございます。大分の市宮です。今回はですね、今ちょっと沖堤防の方に来ています。でね、ここで何をするのかと言いますと、今からシーズンを迎えるメバル、いわゆるメバリングですね。でね、通常メバリングっていうのは結構ナイトゲームでやることが多いんですけど、今回はあえてちょっとデイゲームで挑戦していきたいと思います。まあナイトに比べてやっぱりデイゲームっていうのはね、少し難しい印象があるんですけど、まあうまいこと攻略できたらなと思ってます。それでは今日も頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあね、早速やっていきたいと思います。今回ですね、まあ一番最初に投げてみようと思うのが、今度ジャッカルから新しく出るアビリペンシル、このねシンキングペンシルで、まあね朝一なんで、まあ活性が高いメバルがまあ近くに残ってるんじゃないかなと。これでね、ちょっと遠投して広範囲を探っていきたいと思います。風がね今自分の後ろの方から流れててるんですけど、まあ、この追い風に乗せて、まあ、このアビーペンシルで広範囲を探ってって、まあ、メバルの反応を見ていきたいと思います。まあ、見た感じちょっとメバルが浮いてる印象はないですね。活性高かったらね、あの小魚とか追いかけてライズしてるシチュエーションが結構あるんですけど、まあ、それがないのでね、少し沈めてからスローリトリーブ、こんな感じですね。自分この沖堤防ちょっと初めて来るんですけど、なんか事前情報によると、まあ、水深が結構20メーターぐらいある結構深い場所なんですよね。ですので、まあ、しっかりカウントを取って、まあ、ちょっと深めのレンジをね探っていこうかなと思ってます。やっぱりデイメバリングって、そのやっぱりね、そのナイトに比べたら難易度は高いんですよ。難しいんです。でもね、その分釣れた時のやっぱりその達成感っていうのがね、もうすごい楽しいので、あと充実するので、ぜひともね挑戦してみてほしい。ルアー釣りの一つですね。あとね、そのやっぱりその明るいとそのメバルのバイトシーンとかが見えたりするんですよ。そういったのもね、そのナイトでは味わえない魅力の一つですので、まあ、今回はねそういったのもお届けできたらなと思っております。今ねちょっと沖側の方の堤防でやってた、沖向きの方でやってたんですけど、このねちょっと向かい風にはなるんですけど、この内側の方で今からやってみたいと思います。なんでちょっと内側でやってみようかなと思うのが、この追い風で結構岸壁に当たって結構ベイトがね、もしかしたら打ち付けられてるんじゃないかなと。この堤防際の白泡がこの下にね結構メバルにベイトになるやつが溜まってんじゃないかなと思ってやってみたいと思います。まあアビーペンシルでね、この泡の下を通してメバルの反応を探っていきたいと思います。まだね夜が明けてそんな間もない時間帯ですので、活性の高いメバルがいるんじゃないかなとは思ってるんですけど、ち
と反応がないですね。もう少しちょっと広範囲を打って探ってみて、次なる手段を展開していこうかなと思います。はい、ちょっとねアビーペンシルで今までちょっとやってきたんですけど、やっぱりねどうしてもメバルが浮いてないようなので、ちょっと深いところに沈んでるんじゃないかなと思いまして、このフィットジグ 5g、 これでねちょっとボトム付近でリアクションのメバリングを展開していきたいと思います。やっぱりね浮いてないんですよね。まあこのメタルジグであれば何らかの反応は得られるんじゃないかなと。で今ちょうど今このタックルセッティングしてた場所なんですけど、堤防のこういった変化があるんですよね。ここだけちょっと出っ張って、こういった変化のところにね魚ってついたりするので、まあそこを狙っていこうかなと思います。ルアーを交換してからの1投目、すぐに答えが出た。おお釣れた。今着底と同時に一撃でしたね。あ、でもやっぱりそこものゲストの定番、はい、今ね1投目でそこまで沈めたらもうすぐ反応ありましたけど、ま、今日は本命のターゲットじゃない笠子くんです。はい、とりあえず今日1尾目やりました。いやー今1投目から最初のねこの沈めてる段階で笠子くんが釣れてくれましたけど、やっぱりね岸壁の際こういった変化のところはね、お今ホールが止まった。おっしゃーほら食ったー。そこまでついてないですよ。今ホール中に振ってきましたよね。ラインがフッと止まって、でもこの引きは笠子連発すごいな。フィットジグ 5g で、はいこんな感じです。まあ、こんな感じでメバルを狙っていきたいと思います。どうしてもね先にカサゴが食ってきているような印象これはこれで楽しいんですけどね、今日はあくまでメバリングですので。はい、ボトムにつきました。でボトムについたらこうやって、わー嘘でしょめちゃくちゃ反応がある。メバルだったら嬉しいんだけど。ボトムついてこうやってちょんちょんちょんとメタルジグのボディの部分をねフラッシングさせて誘っていきます。キラッとね反射させるとメバルがリアクションで食ってくることがねありますので、まあこの釣り方はねその反応はすぐ得られるんですけど、魚からね見切られることがちょっと結構早いので、これもねどんどん移動して広範囲を探っていくといいと思います。今当たりましたね。手元にね結構反応は伝わってくるんですけど、この今フォールしてる時にラインが振って止まったりするんですよ。目でもしっかり確認しつつ手元で感触を感じながら探っていきます。ほら来たー、やっぱりおった。これなんだろうな、メバルかな。あ、カサゴくんでしたはい、まあ嬉しいゲスト、はい、カサゴくんです。5g、まあ、こんな感じでね、まあ、メバルも同じ根魚ですので、まあ、これで探っていっていつかね本命をでもやりました、イエイ。続けて狙っていると、おっしゃ、お結構いい引きですよ。なんだらなんだ、うわ、これルアーで釣れるの？キタマクラ
こんなんも釣れちゃいました。番組初登場です。マジですか？番組初登場、北枕猛毒フグちゃんです。意外といい引きしましたね。びっくり。いやー、おめえメバル目指して頑張りますけど。とりあえずイエイ。その後もカサゴの当たりはあるものの、なかなか本命のメバルに出会えない。さあどうする、一宮。はい、ちょっといろいろやってみたんですけど、まあカサゴ天国でしたね。まあ肝心のメバルの姿は見えなかったんですけど、今ちょうど見回りの船も来たので、ちょっとね手代わりしてまたメバルを追い求めていきたいと思います。引き続き頑張ります。続いて一宮が向かった釣り場は湾奥に位置する水深が浅めの防波堤。果たしてどんな展開に。はい、移動してきました。またねちょっと違った沖堤防の方に来たんですけど、まあ沖っていうほどでもないんですけど、さっきよりね結構水深の浅い堤防に来てます。でこの堤防の特徴なんですけど、あの堤防の際に結構スリットとかが入ってるんですよ。そういった場所にメバルが潜んでるんじゃないかなと思って、今からまたこのビッグワッカーフィットジグ、これでねまずはちょっとリアクションの釣りを展開してから、まあいろんなアプローチをしていこうと思います。それでは早速やっていきます。でついてちょっと観察してたんですけど、メバルの姿はねちょっと見えないんですよね。まあおそらくこのスリットの中に潜んでるんじゃないかなと。で今そのスリットの前にフィットジグを落として、こうやってちょんちょんと誘っていってます。ほんとねこの時期の海って見た感じ透き通っててすごいタイトフィッシングしやすいんですよね。これがねほんとこの堤防のスリットからメバルがパッて飛び出してくる瞬間がもうほんと興奮するんですよね。で見ながら釣るっていうのはねほんと展開早くて答えも早く返ってくるので、どんどんね打っていこうと思います。なんかついてきたぞ。これは、あ、当たった。ベラか。ベラはめっちゃいますね。まあこんな感じでねやっていこうかなと思います。わあ、ベラが来た、ベラが来た。すごい遠くからねベラが猛チェイスしてくるんですよね。まあ楽しいターゲットなんですけど、今日はちょっとね、あ、来た。これは、あーい、また君かい。はい、カサゴくんです。スリットからね今飛び出してきたのが見えたんですよ。この堤防でもカサゴくん、まずはねまあメバルの友達というか、メバリングの定番ゲストですね。ちょっとお口開けてごめん。よいしょ。はい、やりました。はい、今日何で決めたろっていうぐらいね本当楽しいターゲットですよね。はい、まあこんな感じでメバルを狙っていきたいと思います。はい、今までねちょっとフィットジグでリアクションの釣り展開してたんですけど、そこの堤防の際にねメバル少し浮いてるので、今度はナチュラルに攻めてみようかなと思います。このスイスイスイムジグヘッド、そしてこのタイドカーリーのこの組み合わせでねちょっと慎重にアプローチしていきたいと思います。あんまりね水面に影を落とすとメバルも逃げちゃうので、これでね慎重に、あ、浮いてる浮いてる、あ、見に来た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 見に来てますよ。あ、見てる見てます見てます見てます、メバル見てる見てる、クックックッ、あ、しくた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 、あ、やったやりました。いやーね、ほんと苦労したんですけど、これね今このジグヘッド、サイドカーリー、これもねパクッと食える瞬間も見えたんでね、いやー本当ちょっと可愛いサイズですけどね、これで本命のメバルついにゲットです。いや、ありました。ちょっとねお腹が膨れてきてるんでね、
この後優しくリリースしたいと思います。いい、はい、お腹が大きいんでね、はい、ありがとう。よし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 、はい、やりました。引き続きね、このジグタンスイスイスイムジグヘッドにこのタイトカーリー、これでねまたサイトメバルやっていきたいと思います。厳しい状況の中でついにメバルのキャッチに成功した一宮、後半戦さらなるヒットシーンをお見逃しなく。今回のルアパラ九州 TV は大分県津久見のデイメバルゲームをお届けしています。今ね、沖の方からもう今この辺にもずっといるんですけどね、丸アジの群れがやってきたんですよ。で、ほら、あー惜しい、メバルの丸アジと一緒にね、メバルの群れも今ちょっと岸際に結構見えるようになってきました。あんまりね、近づくとちょっとちっちゃうので遠目からアプローチしていってます。タイドカーリーをテンションホールでひらひらと、あーしちゃい、一匹来てる来てる、じわーっとついてきてるんだけど、うん、見切るのもちょっとやっぱ早いな、まあ、これがデイの難しさではあるんですけど、はい、ちょっとねルアー変えてみました。ビッグバッカーフィートジグ 5g、 これでね、この結構増えてきたメバルたちを狙っていきたいと思います。まあ、何らかしら反応はしてくれると思うんですよ。ただおそらくね、釣れるのも早いと思うので、ちょっと早い展開の釣りになってくると思います。際に落としてフラッシングでリアクション、落ちた、リアクションできた、よっしゃー、狙い通りやりました。ビッグバッカーフィットジグで、はい、狙い通りリアクションでメバルをキャッチすることができました。これもね、ちょっとお腹がぷっくりしてるんでね、ほんと後で優しくリリースしたいと思います。いやー、ほんといい、ちょっと今地合いかもしれないですね。ほんと急にメバルの数が増えてきたんでね、まあほんとこの後も頑張っていきたいと思います。よし、よし、じゃあありがとうございました。よしよしよし、泳いでった、はあ、いや楽しいですねやっぱね、自分の狙った通りの展開で出るとほんと達成感があるというか、いや楽しいまだ引き続きやっていきたいと思います。今ね、ジグヘッドとタイド代わりでまた見に来てる、見に来てる、見に来てる、かわいいサイズだけど、いやー、やりました、サイト釣り成功です。はい、今ですね、結構ね、丸アジが群れが今ずっとついてるんですけど、それがね結構水面をライズしてて、でメバルもね同じように結構水面をライズしてたんですよ。そこでね、これこのタイドカーリーのやつで網パターンを演出して口使わせることができました。はい、やりました、よし、はい、じゃあね、結構まだメバルはそこまで浮いてないんですけど、どうもねこの丸アジが網を捕食してるっぽいので、この網パターンに効くジェリーサリー、これでねちょっとメバルを浮かしてうまいことバイトに持ち込めないかなとやっていきたいと思います。今この辺メバルはあっちの方かな、ナイトではね、もう抜群の実績を誇るこのジェリーサーディンなんですけど、はてさて、ではどうかな、向こうのちょっと鳥が多い方に行ってみようかな。あの辺結構多分マロアジが群れてるんで、まあそれにねメバルが、お、なんか食った、
これは？これは？あ、マルアジだ。やっぱりね、網食ってるんですよね。網パターンに効くんですよ。ターゲットが違うけど。はい、やりました。マルアジです。まあ、こんな要領で、あのメバルも狙っていきたいと思います。あ、これライズはしてないんかな。あ、今鳥の周りでマルアジが、おお、狙ってる。やっぱあの辺にもいるんだろうな。お、来たよ。お、やったやった、メバルだ、メバルだ。しゃー、はい、やりました。やっぱりね、狙い通り網食ってましたね、ジェリーサーディ。いや、最初ね、マルアジがねヒントを与えてくれたんですけど、それで狙い通り、しかもね、回遊の強いクロメバル。いや、ほんと狙った通りに出るとね、ほんと最高に楽しいですね。いや、やりました。この白泡の下を通して今見てるんですけど、キワです、キワです。出た出た出たよ。お、でかいでかいでかい、メバルメバル。よっしゃ、いいサイズの赤ですね、今度は。あ、再現性があった。ジェリーサーディやっぱ強いわ。あ、この子ね、結構お腹膨れてる。いやー、このね、向かい風でね、やっぱり岸壁に多分ね、あの網が結構打ち付けられてきて、その下をね通したら今出てきてくれましたね。やばい、楽しすぎる。はい、やりました。お疲れ様でした。いやー、楽しかったですね。なんとかね、ほんと明るい時間のデイメバリング、無事に攻略することができました。まあね、ほんと狙ったアプローチで出た楽しみもありましたし、サイトで出た楽しみ、もうほんとね、これからハイシーズンを迎えるメバリングですので、ぜひ挑戦してみてください。本日はどうもありがとうございました。釣り場はきれいにして帰ろう。マナーも腕の内。おはようございます。釣り具のポイントのことです。今回はこの冬の間にですね、ぜひ皆さん、もうこの、 外がですね、どうしてもあの風、北風が吹いて、海がしけてる時にですね、ぜひやっていただきたいというか、やっとった方がいいですね、商品お持ちしました。それがですね、こちらファルキン R の A ラインということで、 P ラインをお持ちしました。もうあの冬のしけてる時期にですね、今巻いてある P ライン、まあ、全部チェックしてですね、なかなかですね、出船機会がない、またなかなかですね、あの北風が吹いて釣りができないということがですね、結構ある中ですね、せっかく釣りに行けたチャンスをものにするためにはですね、やはり糸が大事ということで、糸をお持ちしました。でこちらですね、8本寄りの P ラインになっております。で規格がですね、 0.8 号から3号ま で今私持っているのは 200m 巻きなんですけども、300m 巻きも、規格としてありますので、もう平場からまたジギングまでですね、まあ、幅広く、網羅することができる P ラインになっております。まあ、ぜひですね、この冬の間にお持ちの、リールちょっとチェックしていただいて、P ラインはですね、表面が毛羽立ってくるともう交換のサインになりますので、まあ、せっかくのチャンスを無駄にしないためにもですね、ぜひこの時期に巻き替えなどいかがでしょうか。本日もご覧いただきありがとうございました。最後はこちらで締めたいと思います。1に安全、2にマナー、3に釣り具はポイントでということで、来週もお楽しみに。